さあ、ヒドゥンアジェンダパート2が始まります。よう、サイモン、調子はどうだ？ああ、まあまあかな。イカレ野郎のおかげで仕事が山積みだな。よし、みんな少しの時間注目して聞いてくれ。カルバリーが殉職した。大事な仲間を失ったが、犠牲は一人だけで済んだ。誰にとっても暗い一日だろう。奴はしたたかな男だったが、こんなことになってしまうとは。これから事件の解決にこれまで以上に力を入れてほしい。あの巡査部長、参考人については？娼婦の、すでに指名手配は済ませてある。一応被疑者としてジョーンズもな。何か分かれば知らせる。目下のところは模倣犯の犯行として取り扱うことにする。フィンが誰かを操ってる可能性もある。事件に詳しいことからグレイブス検事が捜査に手を貸してくれることになった。それともう一つ、グレイブス検事がフィンを俺たちの監視下で仮釈放するよう交渉してくれた。奴のこと信じるんですか？なあ、気持ちはわかる。だが事件解決のためならやるしかないんだ。もし異論があるなら話を聞くぞ。マーニー刑事、カルバリーの捜査ファイルを見直してトラッパー事件につながるものを探せ。わかりました、やります。よし、みんなマスコミが騒ぐ前に仕事を始めよう。ねえ、どうも検事。大丈夫？仲間を失うって答える、あんなやつでもね。でも心配しないで、何か分かったら知らせる。フィンを連れて現場検証に行く予定なの。一緒に来てくれる？行きたい。地下室から抜け出せたらね。カール？マリ、なんで私のアリバイを聞いたの？今それを持ち出すのか、ベッキー。あなたは相棒でしょ。隠し事はしないで。いいか、お前とカルバリーのトラブルはみんな知ってることだ。動機がある以上聞くべきことを聞いた。味方だって勝手に思ってた。そういう話じゃないだろう。俺が聞いたことにすれば丸く収められる。ここの連中は。ええ、そうね、それは分かってる。証拠の紛失をでっち上げられてたら私は終わってた。動機ってことね。でも奴こそ調査を受けてたらクビよ。買収の常連客ってのも有名な話。あいつの趣味が何だろうが、お前は尋問を受ける。今は距離を置け。いいな、巡査部長の気持ちも考えろ。私を追い込みたいの？やめてくれ。カール、そっちがその気なら私も考える。この状況で相棒を脅すのか。ジョーンズは確かにフィンと同じ時期にラスパルマスにいた。個人を閉鎖に追い込んだ火災で死亡したとされてるけど、フィンによれば死んだはずのジョーンズがトラッパーだという。そんなことありえる？辻褄が合わぬ。全ての事件がラスパルマス孤児院と関連があるなら、その中心にいるのはロミンスキ神父だろう。ただ彼の秘密が明かされた途端、他の聖職者は口を開こうとしなくなった。しかしフィンがフェリシティに話したそうだが、ロミンスキは孤児院に秘密の部屋を持っていたらしい。これに関する記録は見つからなかった。一度ラスパルマスへ出向いて再調査しようと思う。Thank you.
ねえ、誰かいるの？娼婦の写真ばっかり。どう見てもロミンスキ神父は常連だったみたい。うわ、もしもし、ホフマン通り22の家に向かってる。そこで会う。了解。何かあったの？孤児院の遊戯室を見つけた。何があった？何もなかった。でも神父とカルバリーの共通点が分かったの。娼婦。なるほどね。他にもある。私の他に誰か孤児院にいた。事件と無関係かも。ホームレスのたまり場だし。気づいたら逃げられたけど。うん、また後でね。彼がバカな真似しないように見張ってて。心配しないで。バカなこと考えないでよ。久しぶりじゃないか。ブレスレット気に入った？指がしびれてるんだ。これのおかげでな。どうにかしてくれないか。どう？サンキュー。ジョーンズは孤児院の後ここで暮らしてたの？そうだ、ここでアダムは育った。
異常なし。不老者が住み着いてたようですが。5分待ってて。ほら、案内よろしく。こちらへどうぞ。ちょうどこの部屋だよ。アダムはここで寝泊まりしてた。ずっと使われてないみたい。あいつがここで待ってると思ったか。本当にこれがジョーンズの寝床？不老者の間違いじゃなくて？不老者も嫌がるさ。これって何の道具？あいつの親父はネズミ駆除をしてた。そうなの。腕が良かったらしいぜ。罠ね、トラップ。親父からかなり仕込まれたって聞いたぞ。ネズミの殺し方。マーニー刑事、切り上げろと連絡が。何か見つけたの？もう数分ちょうだい。ジョーンズはどうして預けられたの？アダムが言うには、父親がどうしようもないアル中で、母親が嫌な顔したらボコボコにしたんだとさ。ある夜、母親が銃を持ち出して頭を吹っ飛ばしたんだと。アダムの前でな。母親は終身刑だ。執行猶予なし、面会も禁止。母親が撃ってなかったらいつか二人とも父親に殺されてたってのによ。これがこの国の司法制度だ。状況を考えれば仕方ないけど、子供とも会えないなんて厳しすぎる。判事はバンストンだ。嘘でしょ。俺を死刑にした奴のことで嘘つくか。アダムの母親は獄中自殺したらしい。かわいそうに。そんでアダムは孤児院行きってわけだ。一難去ってまた一難ってやつ。あいつらは孤児院で好き放題やってた。ロミンスキとあのクソ職員だ。俺たちだってやられてばっかじゃなかったぜ。殺にチクった。三文書だ。それなのにどいつも知らんぷり。ソーシャルワーカーも含めてな。だからアダムは孤児院から出た後、自分のやり方で罰を与えることにした。警官のシフトを調べ、ぶっ殺すチャンスを伺った。いつ誰が通報に応じるか把握して地獄に落としてやったんだ。殺もダメ、両親も制度もダメとくりゃどうするよ。自分で始末するしかない。ジョーンズの立場だったら私も復讐するかも。だろ。俺は昔、世界の本質を見抜けるのはアダムだけだって信じてた。くだらねえデタラメや人間の心にある悪を見抜けるってな。そんな力神しか持ってないってのに。感謝してるよ。久しぶりにちゃんと話せた気がする。そう、いつでも話して。もう一つ話がある。ええ。捕まった時人質がいたろ。ダニエラ・カルデナスだ。実はダニエラと姉のイザベルも同じ孤児院出身で地獄を味わった。イザベルはショックで薬をやりすぎて死んだ。アダムはダニエラの復讐心をうまく利用したってわけだ。くそ、あの女。なんてこと。人質が共犯だなんて。こちら609マーニー。これから言う被疑者を至急指名手配して。ダニエラ・カルデナス、繰り返す、至急指名手配をするように。彼女はトラッパーの人質ではなく共犯者だと判明。センターコピー。サイモンに電話する。イザベラが安置所に送られたなら彼が情報を持ってるかも。外していい？そろそろ戻らなくちゃ。なあ、少しあんたと話したいんだ。二人で。悪いけどそれは無理。諦めて。
誰かこっちに来て。調子に乗らないで。ルメ、個人の元職員。何年もの間三文書の留置場を出入りしていたが、どういうことか実刑を免れている。きっと内部の人間と通じていたのだろう。三文書の警官がトラッパーの標的だったら、彼は仲介役なのかも。彼の弟バーノン・ルメは今は清掃業者をしている。会ってみようと思う。いいですか。609、不審者を追跡中。相手は逃走。聞いて、バカな真似はしないでいい。俺に指図するんじゃねえ。そう、話をしたいだけ。何の話するつもりだ。銃を置いて、何もしないから。ラスパルマス個人、手を貸して。さっさと協力して。そうすればこの誤解も早く解けるから。おい、近づくな。ほら、落ち着いて。これから銃を置くから。いい、話をしたいだけ。畜生。あなたには黙秘権がある。なお供述は。供述は法廷で不利になるんだろ。何度も聞いてんだよ。行くわよ。顔色が悪いみたいね、バーノ。頭の悪さって遺伝するって知ってた？何？とぼけるのはやめて。あんたの兄のことよ。アダム・ジョーンズ。ああ。知ってることは？名前は聞いたことある。兄貴がどんなに痛めつけてもそいつは睨みつけてきたらしい。でかい死んだ目でな、抵抗もせずに。ガキどもがいくら騒ごうが兄貴はおとがめなしだった。役の供給者には札もだんまりだ。どうして？さてと、くっちゃべるのは終わりにしよう。弁護士呼んでくれ。その権利はある。汚職なんて珍しくもない。残念でした。俺を無所に入れんなら部屋は一つじゃ足りねえぞ。どうして？警察署の半分は俺の仲間だからさ。いつまで調子に乗ってんの？おい！話は終わってない。手を離せ、イカレ女め。ねえ、バーノ、お兄さんモテたそうね。なんだよ。いつも女の子連れてたんでしょ。やめろ。当時の彼女は誰だった？いや、いねえ。誰だったか聞いてんの、クズ。いねえってマジで。どういう意味？
ネットで商法買ってた。写真も見たことある際どいやつで、最後に話した時はデートするって言ってた。それも犯罪かよ。それも犯罪。娼婦、またなの？なんで？何かありそう。お疲れさん、マーニー。さっきは本気でキレたのかと思った。本当のこと言わないから、理解できる言葉で話してあげただけ。本当のこと言ったと思うか？兄のこと？警察のことだ。公衆便所より汚いのは3文書くらいね。文書の全体がか？ええ、まともでいるのは楽じゃなかった。テラー巡査部長が当時の上司だったの。ちゃんと誰かに報告しよう。死人を墓から掘り出して罰するつもり？そうじゃないが、気持ちの問題だ。今はそれどころじゃないでしょ、カール。なんだべき？これからサイモンに会ってくる。いえ。ええ、トラッパー事件に娼婦が何かしら関わってる気がしてならなくて、私たちが見落としてる証拠を持ってるかも。無理はさせるなよ。今朝死にかけたばかりだからな。ちょっと質問するだけ。すぐに帰る。マニー刑事、どうも。こんな時間にごめんなさい。いいえ、入って。今朝起きたこと今でも信じられません。あんなことになるなんて。運が良かった。そうですよね。あと数秒遅かったら。恐ろしい。検視官から見て、今回とこれまでの事件は同一犯？ええ、私は同一犯の仕業だと見ています。どうして？鼻に仕掛けられたあの罠、あれを一言で表すとすれば、まさに芸術です。美しささえ感じる。個人のことを覚えてる？ええ、ラスパルマスの数年前の事件ですが、ひどかった。実は改めて調査をしてて、あそこの神父ロミンスキはどうやら夜の女性に目がなかったみたいなの。なんだかカルバリーの事件と似てる気がしない？そしてルメ、個人の職員だけど、彼も事件の夜に娼婦と会ってたみたいなの。偶然にしては数が多すぎる。ん？男がみんなそういう趣味じゃなければね。まあ今仮説を立ててて、考えをまとめたいから質問させて。どうぞ。トラッパーが女性だって示すような証拠は出てこなかった？ああ、見つかったのは体毛ですが、ええ、可能性としてはありえます。そのデータは残ってる？もちろん証拠は全て保管されています。大丈夫？何？今朝のことでまだ気分が優れなくて。ああ、ええ。2012年の事件でフィンを逮捕した時、人質がいたの。ダニエラ・カルデナス。ああ、覚えています。どんな関係が？人質じゃなかったって分かったの。全て仕組まれてた。そんなこと信じられません。一体何のために？ダニエラの姉イザベラは数年前死んだ。あなたが安置所で見たはずだけど。私が？司法解剖はした？ああ、すみませんが覚えていません。何かがしっくりこないの。パズルのピースが一つ残らず揃ってるのに、完成図はデタラメみたいな。フィンを捕まえたからって事件は解決してない気がする。私にはよくわかりません。そしてカルバリーが死んだ。たとえフィンが関わってても、裏で操ってる誰かがいるのかも。そう思うと安心できませんね。ダニエラもピースの一つ。
小さいけど重要なピース。ジョーンズは火事から生き延びたって考えられる？何とも言えません。消防署が焼け残った孤児院を点検したところ、遺体は一つもなかったって。ええ、まあ当然の処理でしょうね。それに、サイモン、すみません刑事、今朝のことを急に思い出してしまいまして、また別の機会に話しませんか？よければ明日にでも。ええ、あまり眠ってないみたいね。そう、あまり。夜更かし？え？昨日は夜遅かったの？あと、その巡査部長が同僚全員の無実を証明しろって。ああ、何です？ああ、だから昨夜のアリバイを確認させて。ああ、昨夜はねえ、ちょっと困らないで、怪しく見えちゃうでしょすみません、爆発に巻き込まれてからなんだかぼーっとしてしまいまして。少し待っててください、すぐ片付けます。失礼しました。ちょっと、ぼんやりしてて。気にしないで。私も手伝う。昨夜はどこにいたの？どこ？カルバリンが殺された時。ご心配なく刑事。ちゃんと回復したら、昨夜どこにいたかまとめた書類を巡査部長に提出するつもりなので。それじゃあ長いしすぎちゃったみたいね。お構いなく、本当に。ああ、今朝の現場検証の報告まだ終わってないでしょ。何か見落とした可能性はありそう？それはないと思いますが、事件は計画的なものかと。カルバリーと一緒にいたのは知り合いでしょう。どうもありがとう。何だったの？サイモンはずっと様子が変だった。あと、あのパーカー、個人で私をつけてたのって。彼はきっと事件に関係してる。調べてみないと。イザベラ・カルデナスは道端で発見されてる。死因はオーバードーズ。体には長期にわたる虐待の跡があった。検視の担当者はサイモン・ヒラリー。知らなかった。ダニエラ・カルデナスの家族だって気づかなかったの？死亡日時はトラッパー連続殺人の直前。
午後8時23分、これからジャック・カルバリー刑事の殺害現場を再検証する。まずは寝室から調査してみよう。そんなに広くはないけど、まあ鑑識チームが何かを見落としてるって可能性だってあるしね。ああ、血痕だらけ。爆発があった場所から痕跡がヘッドボードに向かって広がってる。爆発は一つの方向に集中してる。もしサイモンがこの爆弾のことを知ってたら、重傷を負わないようにすることもできたかも。鑑識の報告では弾は確かにカルバリーの銃から発射されてる。なぜ外した？あれ、何か光ってるみたい。このもう少し取れた。ジーンにいたあの、かけてもいい。サイモンの洗濯機の上で乾かされてたのと同じパーカーだ。くそ。ああ、カルバリーに感謝する日が来るとは思わなかったけど、まさか盗撮の趣味があるなんてね。でも大発見。連絡先。誰に電話しますか？フェリシティ・グレイブス。フェリシティ・グレイブスに電話。ねえフェリシティ。ベッキーどうしたの？今から会える？使えそうな証拠を見つけた。もちろん。じゃあテンプルバーで。オッケー。これでパート2は終了です。ボックスにポインターを入れると進みます。